はい、シュプリームプラスです。じゃあ今日はウィーク7の発売アイテムが決まりましたので、そちらを見ていきたいと思います。今週はドクターマーチンとの新作シューズ、コラボが発売予定、それからレギュラーアイテムも決まりましたので、今日はアイテム1点1点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで、早速見ていきたいと思いますけれども、ウィーク7ですね。今週はドクターマーチンの新作シューズ発表予定という形で、まだ詳細は公式ニュース出ておりませんが、もう間もなく発表予定という形になっております。現在出ている画像は2022年のものですね。ですので、まあ、もう間もなく新作のシューズの公式発表あると思いますけれども、今日は今まで何度かドクターマーチンとのコラボしておりますので、そちらのアーカイブちょっとチェックしていきたいと思います。久しぶりというわけではありませんが、2022年の、こちらのアイテムですね、 SS、1年ぶりですね、約ね。このその時はこのスパイダーウェブの、こちらのドクターマーチンの 3i シューズが発売になったと。カラーは3色、レッド、ホワイト、ブラックで発売になりましたね。これ結構人気になりました。そしてその前、さらに1年前、遡ること1年前に出たのは、このゼブラ柄の、ドクターマーチンのシューズ。ちょっとモカシンタイプになってますね。というシューズが出ていたと。他にもブラックや、あとオレンジっぽいカラー。こんなカラーも発売になっていたと。これ2年前。そしてさらに遡ること、2017年ですね。何年前、もう、6年ぐらい前ってことかな。FW。なので5年半ぐらい前ですね。その時発売になったのは、まあ、ドクターマーチンの 3i シューズにサイドの部分に、ハートとクロスの刺繍がしてあるシューズが発売になりました。2017年9月。これが単独のドクターマーチンとのコラボですね。通算今回で5回目になるのかな。あと2015年にも出てますけども、その時はシンプルな水色の、ドクターマーチンなどが出ておりました。それから単独じゃないコラボっていうのもありますね。この幼児山本とのコラボの時、これ2022年 FW、ですので、まあ最近の、アイテムですけれども、幼児山本とのトリプルネームで発売になったのはこの、ペイントの 3i シューズであるとか、あとアンダーカバーとのコラボの時も、ドクターマーチンシューズ発売になったことはありました。パブリックエナミーのこちらのアートワークの総柄の 3i シューズ発売になっていたということで、今回どんなデザインで発売になるのか楽しみですね。もう間もなく発表があると思いますので、公式発表を楽しみに待ちましょうと、いうことで、ドクターマーチンのコラボシューズ、そしてレギュラーアイテム、レギュラーアイテムをチェックしていきたいと思います。まずはデニムスリーブ MA1 ジャケット。これはまあ、タイトルの通り、袖の部分がデニムの G ジャンの袖になってるんですね。で、襟が牛レザーという形ですね。のフライトジャケット。いつも通り、これはアルファ社が手掛けていると。デニムであるとか、この、牛革の、襟などは非常に、珍しい感じのアイテムですね。で、バックにシュプリームのアーチロゴが大きく入っていると。それから、これはピンズがつくと。このバラのピンズ、エナメルピンがインクルーデッドしているということです。ということで、MA1 ジャケット。これはアルファ社製のジャケット。それから、ジオベロアトラックジャケット。ベロアの幾何学模様。ベロアで幾何学模様のジャケットですね。カラフルなジャケット。カラーはマルチカラー2色と、あと、ブラック。ブラックは比較的、モノトーンで全て、仕上げているというような感じですけども、黄色っぽいカラーとピンクっぽい、幾何学模様のカラー、は非常にカラフルですね。あと、ショーツ。ショーツも同じく3カラーで発売予定と。トラックジャケットとショーツ。ベロア素材。それからプルオーバープラットフランネルシャツ。これプルオーバーのフランネルシャツということなんですけど、よいしょ。これ珍しいですね。フランネルシャツだけど、プルオーバー。全部は開かない。ボタンは3つしかついてないというような、ポロシャツみたいな、襟元のところの、フランネルシャツ。チェックのフランネルシャツですね。カラーこの4色。ブルーとピン、レッドと、
オレンジとブラックの4色で発売予定。それからグリッターアーチフーデッドスウェットシャツ。これはあのキラキラしたメタリック素材をあのこのスウェット地に、スウェット自体がキラキラしているような感じに素材を散りばめたスウェット地に、アーチロゴになっていると。アーチロゴもグリッター、アプリケのようですね。でカラーはこの5色で出ると。結構キラキラこう大きい画像で見るとしてますね。そしてハーフジップフーデッドスウェットシャツ、これは袖の部分に、リブのラインが入っているという、ちょっとスポーティーな雰囲気のフーディー。これドロップショルダー気味なのかな。あ、まあそうでもないか。ということで、フーディー、ジップアップのフーディーですね。カラー4色発売予定。グリーンとかイエローとか。それからビッグキャッツジャガード LS トップ。これはトラとヒョウが、こちらを並んで睨みつけているような迫力のあるニットトップということで、一応セーターのカテゴリーではなくトップスのカテゴリーで発売予定になっていると。袖の部分もヒョウ柄になっていたり、左袖はトラ柄になっているというところが特徴的ですね。でバックにシュプリームのクラシックロゴ、シュプリームニューヨークというロゴも大きく入っているので、これは結構人気になりそうですね。カラーはオレンジとブラックの2色、それからオーバル SS トップ、これはシンプルなワンポイント胸元にオーバル状楕円形のロゴが刺繍してあるというシンプルなトップス、それからダブルニーペインター、ダブルニーペインタースウェットパンツ、スウェットパンツでダブルニーペインターパンツを作っている、まあ、スウェット地で作っているということなんですけど、通常であれば、結構ヘビーオンスの、コットン、ヘビーウェイトコットンとか使うことが多いんですけども、W2 のペインターパンツ。今回、スウェットで作っているというのは、これはいいですね。スウェットで。通常であれば、そういった、ちょっと強い、厚手の素材を使って頑丈に作るっていうのは、そもそも W2 ペインターパンツ、の、まあ、用途というか、頑丈に作るっていう、ものなんですけども、作業着ですのでね、ですけれどもスウェット地で作っているということで、非常に、シュプリムらしい、ギミックの効いたアイテムになってるんじゃないかなと思いますけれども、でカラーはこの4色発売、ブラウンとかブラック、ホワイト、その他にこのライムグリーン、こんなカラーも発売予定。ベルテッドトレイルパンツ、これはまあシンプルな、ベルテッドパンツですね。サイドにポケット、カーゴポケットではないですけど、サイドにポケット、両サイドについていると。花柄なんかも入りますし、このレモンイエローなんかもあり、それからボックスロゴのメッシュバックニューエラ、これ前回発売になった時、先シーズンだった、昨年だったと思いますけれども、前回発売になった時も結構人気になりましたね。メッシュバックのニューエラ、ボックスロゴニューエラ、もうこれからだいぶ暖かくなってきましたので、もうメッシュバックのキャップかぶってても全然おかしくありませんので、即戦力で使えて夏真夏でもいけるというアイテム、これ人気になりそうですね。前回も結構人気になりました。6色で発売予定。オレンジとかあと、ブルー、発色のいいブルーなんかも入っていると。レーザードツイルキャンプキャップ、これはロゴを総柄で、レーザーカッティングでロゴを総柄でツイル地にロゴをデザインしているというキャンプキャップですね。それからニューエラのメタリックアーチビーニー、ニューエラビーニー、それから、ウェビングキーチェーンが発売予定と。まあこれは非常にカラフルな、キーチェーンですね。ウェビングベルトに、ボックスロゴ、このレザーっぽい感じのボックスロゴが縫い付けられていると。このベルトの部分はカモ柄だったりしますね。イエローとグリーンがカモ柄になっているということで、以上。レギュラーアイテム、まだ追加になる可能性ありますけれども、以上レギュラーアイテム発表となっております。それからドクターマーチンは間もなく発表予定ということで、あ、一応ルックブック出ておりますので、ちょっと見て、ルックブック最後見て、これがアルファの MA1 ですね。 MA1 ジャケット、袖がデニムになっていると。 G ジャンの袖がくっついていると。非常に珍しいアイテムですね。それからこれがビッグキャッツジャガード LS トップ、非常にインパクトありますね。大きい虎とヒョウが2匹並んでいると。
バッグにシュプリームのロゴ大きく入っているということで、これは人気のアイテムになりそうですね。ということで、今日はこれで以上になります。また、ドクターマーチン新作シューズ発表あり次第、また、こちらの方で解説していきたいと思います。今日は、新作アイテム、今週発売の、ウィーク7発売の新作アイテムを見てまいりました。じゃあ以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。